た！うお！かっこいい！かっこいい！今からカモネギの進化したいんですけど、まず、ソードにしかいないというところで。まあ、長ネギない場合ですよね。長ネギの場合、急所率がプラス2になるんで、長ネギプラス2で、クリティックカットか気合ダメかなんかを覚えさせればいいんですけど、まあ、気合ダメはディスクで覚えさせられて、でなんですけど、まあ、なんか峰打ちでやった方が楽じゃねって思って。で、そう、ピントレンズでもいけるんですよね。急所率一つ下がるんですけど、クリティカットを使用できれば、プラス3にして確定で急所に入るようになるんで、そうだね、気合ダメでプラス1、レンズでプラス1、クリティカットでプラス1で確定で入って、で、峰打ち覚えさせれば、覚えないって峰打ち。いや、峰打ち覚えると思うやんけ、こんなんさ。ということでね。だから、ピントレンズ持たせて、クリティカット一回使えばいい。それで確定急所になる。で、そう、岩砕きでいいんだよ。ソーナンスに岩砕きするのが一番いいわ。で、ソーナンスが、大体の機構、ナックル、このナックル丘陵にいるんで、ここにソーナンスいるはず。いるよね。で、これにクリティカット使おう。で、カウンターしてきても多分耐えられるはず。で、ソーナンスにエンカウントして、いや、やっとだよ。マジで。かっこいい！かっこいいな。で、ソーナンス攻撃してこないから、自分からは。それでクリティカットで、急所率2つ上げればいい。だから気合ダメを覚えさせる必要もないんじゃない？道連れ。で、これで3回急所に入れれば、いける。ああ、いけるでしょ、これで。ナイス、1個目。ミラコート意味ない。2個目。OKOKOK。で、3回目。これでさ、これレベルアップしないとダメなんかな、でもやっぱり。長ネギさ、急所に3回当てるっていう条件とさ、長ネギ持たせるっていう条件さ、合ってるからさ、噛み合ってはいるからさ、ワンチャン条件の節あるよな。これで進化してくれますか？進化してくれベース、いけます。クリティカットを使って広角レンズだけでいいっすわ、これ。別に長ネギなくても。おお、ネギがないとだ。じゃあレベルアップなくて長ネギなくても進化するんですね。まあでも長ネギないって状態の方が珍しいのかもしれないですけどね。ちょっと今よく分かってないんで、縦の人がもし長ネギもらえなかったらみたいな感じで解説はしましたが、うん。でも僕進化前の方が好きかな。おお、ネギがないとだ。また二足歩行だ。はい、ということでした。チャンネル登録、高評価、楽しめましたらよろしくお願いします。生放送もこんな感じでやってます。どじゃーん。